はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画では僕自身が絶対にいらないと思うものをご紹介していきたいと思います。僕自身もかれこれ半年ぐらいはずっと、コラボ撮影で、いろんな方のお宅訪問をしてインタビューをして、実際どんなものを手放してきたのかっていうのをね、いろんなミニマリストさんに聞いたりとか、あとは、実際に物が多いお宅に訪問して、お部屋と言われるお宅に訪問して、一緒に片付けたりとかして、本当にたくさんのものを手放してきたりもしたんですね。そういう僕自身の実体験を通じて、これ絶対にいらないでしょっていうものをご紹介していきたいと思います。ということで、まず一つ目はですね、過去のものですね。思い出のものだったり、記念品だったり、昔はよく使ってたけど、今の生活では必要ないものとか、そういったものは間違いなく手放した方がいいんじゃないのかなと思うわけです。これにもやっぱり理由があって、やっぱり僕たち人間が必要なものっていうのは、やっぱり今の生活で使うものだけなんですよね。実際に、僕のチャンネルではね、何度も繰り返し言ってることなんですけども、過去の思い出のものだったり、記念品だったりとか、昔は使ってたけど、今の生活ではそんなに使わないよなっていうものは、なくても今の生活には絶対に影響が出ないわけです。ってなった時に、そういう過去のものばかりで部屋が溢れてしまうと、それだけスペースも取られてしまうし、かつ思い出に浸るっていう時間も増えてしまうし、思い出に浸る時間が無駄だとは言わないんですけども、やっぱり大事なのって今の生活だし、これから先の未来をより良くしていくことだと思うので、そんなに僕自身は過去のものは必要ないんじゃないかなと思います。だったら、未来をより良くしていくためのものを買ったりとか、今あるものでより未来を良くしていくために行動していくことが大事であって、価値あることなんじゃないのかなと思うので、僕自身はそういった過去のものは全部手放したし、結構お部屋の片付け行く時も、そういった過去のものは手放した方がいいですよっていうのは言ってます。続いて二つ目に、絶対にいらないと思うものは、いつかのものですね。先ほどは過去のもので、僕自身は未来のものもいらないと思っています。念のためとか、いつかと思って残しておいても、結局使わずに終わることが多いんですよね。やっぱりいろんなお部屋の片付けをしてみて思ったのは、そういういつかのものがすごく多いんですよ。それでこそ昔使っていたから、将来も必要になるだろうと思って残してあったりとか、今のご時世、不測の事態に備えていろんなものを買ったりとかすると思うんですけども、結構日本人って過剰に不安になりがちというか、そこまで本当に必要なのって思うんですよ。僕自身は今この瞬間の生活だったりとか、直近で1ヶ月ないし3ヶ月で必要になりそうなものだけを残して、今ここに集中するっていうのが大事なんじゃないのかなと考えています。それでこそ今コロナの問題でマスクが不足していたりとか、トイレットペーパーが不足したりとか、食材が不足したりとかっていう事態になっていましたけども、その辺もね、ちょっと臨機応変に考えていただいて、必要なものを必要な分だけ買うようにした方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり買いすぎると本当に必要な場所、職場に届かなくなるし、まとめ買いをしてしまうと、その分お金が減るわけじゃないですか。で、これから収入が減ったり、失業する方もどんどん増えてくると思います。で、お金がどんどん減っていって、貯金も切り崩していって、生活に苦しむ人もかなり出てくると思うんですよ。だからこそ、いつかのものだったり、未来、将来に不安になりすぎて、物をたくさん買う、お金をたくさん使うっていうのは控えた方がいいと思います。続いて3つ目は、賞味期限切れの食材だったり、調味料ですね。これも結構お部屋に住んでる方持ってるんですよ。で、たまに食材捨てるのはもったいないとか、そういうコメントが来るんですけども、だったらそういうのを買わないでくださいって僕自身は言いたいんですよね。物を買いすぎるから、必要以上に大きい、そして量のある食材だったり調味料を買うから捨てざるを得ない状況を生んでると思うんですよね。捨てるのがもったいないと思うのであれば、大は小を兼ねると思って大きいものを買うんじゃなくて、本当に必要なもの、そして必要十分な量のものを
買った方が食材を捨てるっていうことは間違いなくなくなります。僕自身もですね、昔はたくさんストックを買ったりとか、食材とか調味料とかもね、本当に必要以上に大きいもの、量のあるものを買ってたので、食べ物を腐らせて捨ててしまったりとか、結局買ったはいいけど1回2回使ってそれ以降ずっと使ってなくて捨ててしまったこともあります。ただ今でこそ本当に必要な分の必要な量の食材調味料を買うようになってから、食材とか調味料を捨てることがなくなったんですね。だからそういうもったいないって思うこともなくなったし、手放す罪悪感もなくなったんですよ。だからこそ必要以上に食材は買わない、調味料は買わないっていうのは大事だと思います。続いて僕自身が絶対にいらないと思うものは医療グッズとか、薬ですね。これはちょっと賛否両論あると思うんですけども、僕自身のちょっと見解を皆さんにお伝えしたいと思います。僕は本当にかれこれ1年2年と薬を飲んだことがないし、処方箋をもらったことがそもそもないんですよね。もう病院にも全然行ってないんですよ。で、なぜ僕自身がこんな生活を送っているのかというと、そもそも薬に頼る生活はやめようと思ったんですよね。なぜ人が体調を崩すのか、薬に頼りがちになるのかって言ったら、それでこそストレスが溜まりやすかったりとか、生活習慣の乱れだったりとかするわけじゃないですか。そもそもそういうところを見直していけば、体調を崩すこともなくなるし、ストレスもそんなに溜まらないし、たとえちょっと体調を崩したとしても、しっかりと休養をとる、栄養をとれば翌日には治るんじゃないかというふうに思って、生活習慣を改めた結果、多少体調を崩すことはあったんですけども、大きく崩すことがなくなったんですよね。だから僕自身はもう本当に長い間薬を飲むこともなくなったし、病院に行くこともなくなったし、で結果的に薬とか医療グッズとかも手放せるようになったんですね。だから今すぐ医療グッズとか薬を手放してくださいとかではなくて、手放せるように今の生活習慣を見直してほしいなと思います。今自分が何にストレスを抱えているのかっていうのは明確化して、じゃあそのストレスの原因になっているものをどんどん減らしていく、手放していくっていうのも大事だし、今仕事にすごいストレスを感じているのであれば、働き方を見直したり、職場を見直したりすることも大事だと思います。やっぱり一番は薬を飲まない生活を送ることだと思うし、病院に行かないことだと思うんですよ。そうすれば節約にもなって、お金にも余裕が生まれるし、それが一番だと思うんですよね。で、結構いろんなオタク訪問をすると、そういう医療グッズだったり薬をたくさん溜め込んでいる家庭が多いです。でも一度皆さんにはその医療グッズが置いてある収納だったり、薬が保管してある場所を見直してほしいと思います。処方されてから1年2年と経ってる薬はありませんか？薬にも賞味期限があって、その賞味期限が切れた薬はありませんか？もう1年2年飲んでない薬はありませんか？そういったものをぜひ手放してみてください。もちろん今現在進行形で体調が悪いとか持病を抱えている方で必要な医療グッズだったり薬は手放したらいけないと思うんですけども、それでこそ先ほどにも言ったように、いつか困るかもしれないと思って残してある医療グッズだったり薬は一回手放してみて、で手放したからこそ健康により気を使うようになると思うんですよね。やっぱりそういう意識改革が必要だと思います。続いて僕自身絶対いらないと思うものはマットですね。やっぱりいろんなミニマリストさんにインタビューしているとですね、このマット系は間違いなく手放していいものだと思います。絨毯だったりラグだったり、玄関マット、キッチンマット、トイレマット、そういった類のものは手放しても何ら困らないし、むしろ手放した方が掃除が楽になったり洗濯が楽になったり、クリーニングに持っていく手間だったり費用も削減されていくので、もう本当に多くのミニマリストさんが口を揃えて手放してよかったもの、もうトップ5に入ってくると思うんですよ。だからもし皆さんが今ラックだったりマットだったり絨毯を持っていて、どうしようかなって迷ってるのであれば、手放さないにしても一度ない生活っていうのを試してほしいなと思います。続いて5つ目に絶対にいらないなと思ったものが時計ですね。僕自身時計は必要ないと思っていて、時間を確認するんだったらスマホで十分だし、
曜日とか日にちを確認するのでも、まあ、スマホの中にあるカレンダーを確認すればいいと思ってるので、まあ、置き時計だったり掛け時計だったりとかっていうのは必要ないなって思います。ただ僕の場合は妻と二人暮らしなので、まあ、奥さんが時計はね一つ欲しいっていうふうに言ってるので置き時計は一つあるんですけども、二つ三つと持つ必要はないかなと思って、まあそういうのは僕自身は手放しました。やっぱり僕自身は少ないもので暮らしたくって、やっぱり物が増えれば増えるほどスペースも必要になるし、まあどういう時計を買うかにもよるんですけども、例えば時計を買うことによって電池を買わなきゃいけなくて、まあお金だったり買いに行く手間だったりとか、まあ時計が増えることによって、まあその埃を払ったり修理したりとか、まあそういうところに時間だったりお金を割かなきゃいけないのはすごく人生の無駄だなっていうふうに思っているんですね。だからこそ僕自身は腕時計だったり置き時計、掛け時計っていうのは最小限にしたい。まあ、なるべく持ちたくないなっていうふうに思ってます。続いて6つ目に絶対いらないなと思ったのが傘ですね。まあ、傘といっても僕自身は今このワンタッチで開閉できる折りたたみ傘1本持っていて、で、絶対にいらないと思うのはビニール傘とか、まあ、ちゃんとした傘ですね。まあ、これはいらないなっていうふうに思いました。で僕自身この、まあ、折りたたみ傘で、もうかれこれ1年ぐらい生活してるんですけども、まあ、正直ね、もうこれ1本で十分だなって思いました。でこの折りたたみ傘はセブンイレブンで買ったワンタッチで開閉できる折りたたみ傘なんですけども、結構丈夫なので、風の強い日とか雨の強い日とかでも全然壊れないんですよ。だからわざわざ傘立てを必要とするようなビニール傘だったり、玄関を狭くするね、まあ立派な傘は必要ないんじゃないかなと思います。で、この折りたたみ傘だったらずっとね、カバンの中にしまっておけば、身支度の手間も省けるし、急な雨が降ってもカバンからパッと取り出せばいいので、忘れ物の心配とかもないっていうので、本当に折りたたみ傘1本でも十分だと僕自身は思います。ただまあ女性の場合は、まあ、日傘が必要だったりとかはすると思うので、その辺でね、ちょっと価値観の違いはあるかもしれないですけども、折りたたみ式の日傘とかあると思うんですよ。そういったものにしてしまえば、玄関もより広くなるし、身支度も楽になるし、いいんじゃないのかなと思います。続いて僕が手放してよかったもの、いらないなって思ったものは、パソコンですね。まあ、これは本当に働き方だったりライフスタイルによって違うと思うので、まあ、賛否両論あるかもしれないんですけども、まあ、あくまで僕の実体験を通じて思ったのは、まあ、直近で僕自身車上荒らしにあってパソコンが取られたんですよ。で、まあ、かれこれ2週間くらいパソコンなしの生活で送ってるんですけども、まあ、全然なくてもいいなっていうふうに思いました。ただ、まあ、若干不便な点があったりとかはするんですけども、まあ、なくても生活には困らないというか、で、この先パソコンを何回か買い替えるにして、まあ、一生涯でおそらく運十万、運百万と使うので、まあ、これから先一生涯買わないとなると、まあ、運十万、運百万の節約になるなというふうに思い始めて、ただ正直僕自身はちょっとどうしようか迷ってます。ただ皆さんにお伝えしたいのは、僕のようにこんな風に YouTube で発信するとか、パソコンで大量の文章を打つ生活とかでなければ全然スマホ1台でいけるんですよね。普段 SNS を見るとかネットで検索するとかであれば、わざわざパソコンを持つ必要はないと思います。続いて8つ目、絶対にいらないなって思うのは現金ですね。もう僕はずっとキャッシュレス生活を送っていて、もう本当に9割9分クレジットカードだったりスマホ決済で済んでます。むしろ現金を使わなくてもいいように、もう現金払いしかできないお店は行かなくなりました。もうそれでも全然スーパーで食材も買い物できるし、薬局で日用品消耗品を買うこともできるし、本屋さんでも買い物ができるし、全然生活には困らなかったです。で、現金を持つことによって、まあ、この後にも話すんですけど、財布を買わなきゃいけなかったりとか、まあ、現金の出し入れだったりとかがめんどくさいじゃないですか。で、財布を買うともなればお金も必要になってくるし、お財布を紛失するリスクも出てくるし、ってなった時にやっぱり現金を持たない生活にシフトしていった方がいいんじゃないのかなと僕自身は思いました。続いて9個目に絶対いらないなと思ったものが財布ですね。もう僕は
おそらく2年前、3年前にお財布を手放してもキャッシュレス生活をしようっていう風に断言したんですけども、もう今後一切お財布は買いたくないなって僕自身は思っています。僕は昔財布を盗まれたことがあって、まあ、結局ね、警察に被害届を出して、で、犯人が監視カメラに映っていたので見つかってお財布は返ってきたんですけども、もうお財布をなくしてヒヤヒヤするぐらいだったら、またお財布を買い直すぐらいだったら、もうない方がいいなと思って、こういった手帳型のスマホケースを買って、で、ここにクレジットカード2枚入れて、キャッシュレス生活を送っています。で、スマホケースだったら、もう肌に離さず持ち歩くし、なくすリスクが本当にゼロに近いんですよね。で、もし仮になくしたとしても、もうスマホはね、結構頻繁に開いたり見たりしてると思うので、大体どこでなくしたのかっていうのが見当がつくと思うんですよ。だからこそ、財布を手放す、現金を使わない生活にするっていうのは大事なんじゃないかなと思います。続いて10個目に絶対いらないなって思うものが、もうまとめて紹介するんですけど、同じものですね。同じものは何個も必要ないと思います。まあ、例えばよくお部屋に行くとあるのが大量の服と大量の靴と大量の文具ですね。まあ、他にも紙袋だったりビニール袋だったり大量のハンガーだったり大量の収納だったり、まあ、いろんな種類があるんですけども、とにかく大量のものは、まあ、全部手放さないにしても普段生活で使う分にまで減らしてほしいなと思います。20対80の法則っていうのがあって、普段の生活の 80% は 20% のもので補えるっていう法則なんですよ。僕自身もいろんな方の片付けをしていて、いろんなものを手放してきて思ったのは、もう本当にこんなに物って必要ないんだなって感じたんですよ。だからもし仮に皆さんがもう何個もあるもの、大量にあるものを手放すのであれば、今使っているものは手放す必要はなくて、もう直近で1ヶ月、3ヶ月、半年と使っていないものは手放すことが重要なんじゃないかなと思います。続いて11個目は趣味のものですね。まあ、これも全部趣味を手放せばいいわけではなくて、1個とか2個に絞った方がいいということです。やっぱり多趣味の人だったりとか、はたまた学生時代からの趣味のものをずっと取ってある人がいると思うんですけども、まあそういうのをね、たくさん取ってあると、本当に今打ち込みたい趣味だったりとか、本当に気分転換になる趣味がだんだんわからなくなってきたりとか、そういうところに時間とかお金をかけられなくなるんですよね。だからこそ僕自身がよく片付け動画で言うのは、もう趣味も1個とか2個に厳選してくださいと。もう一点集中でその趣味に打ち込めば、もうそこに大量の時間とお金を注ぎ込めば気分転換にもなるし、結果にもつながったり成長にもつながって、どんどん趣味が楽しくなってくると思うんですよね。で、人によっては趣味にたくさん時間とお金を投資するからこそ、それが仕事になったりとかもすると思います。例えばその趣味分野に関する職業に転職することができたり、はたまた本を書いてくださいっていう依頼が来たり取材が来たりするんですよ。僕自身も趣味を仕事にできた一人で、物を手放す、片付ける、ミニマリズムを実践するのも、まあ、一つ趣味みたいなもんじゃないですか。で、その趣味に特化できたからこそ、片付けとかミニマリズムの専門知識、スキルっていうのがどんどん磨かれていって、で、こんな風に発信していったら、テレビ取材を受けたりとか、本の出版しませんかっていう仕事につながったりとか、そして今ではこの発信を通じて十分な収入を得ることもできているので、趣味をより楽しくするために、自分の好きな趣味を仕事につなげていくために、お金を得て、でその得たお金でさらに趣味に投資して、もっともっと趣味を楽しくするために、過去にやってきた趣味で今はやっていない趣味のものは絶対に手放した方がいいし、今現在進行形でいろんな趣味に打ち込んでいる方は、ある程度1ヶ月、3ヶ月、半年、1年とやってみて、その中でじゃあ実際自分はどこに特化させていきたいのか、どれが自分にとって一番気分転換になるのか、楽しいと思うのかっていうのを見極めて、それ以外の趣味のものは削ぎ落として、で一点集中でやった方が間違いなく人生は充実すると思うし、
お金と時間を一点集中でたくさん注ぎ込めるようになるので、幸福度、充実度は間違いなく上がると思います。続いて12個目、絶対にいらないと思うものが、人からのもらい物です。これも僕のチャンネルではしつこいほど言ってることなんですけども、もう基本的に今の生活、自分の暮らしに必要なものってもう自分で買ったりとか揃えたりしてるじゃないですか。だから人からもらったものってなくても生活には影響出ないんですよね。もちろん人からプレゼントされたら嬉しい気持ちにもなるし、もらうこと自体は否定するわけではないんですけども、それを後世大事にずっと残しておくのはどうなのかなと僕自身は思います。ただ、全部が全部人からのもらい物を捨てろって言ってるわけではなくて、その優先順位をつけて、トップ3とかトップ5だけに厳選してもベストなものだけを残してほしいなと思うんですよ。やっぱり思い出っていうのはたくさんあった方がいいとは思うんですけども、物自体に価値はなくてその思い出自体に価値があると思うんですよね。で、物がなくても人間って本当に大事な思い出だったり人からのもらい物プレゼントって思い出せるじゃないですか。でも今パッと思い出せない思い出だったり人からのもらい物って、まあ、自分にとっては大して価値がなかったっていうことなんですよ。もう人間の記憶というか心って、まあ、すごく優秀で、もうめちゃくちゃ感動したとか、もうめちゃくちゃインパクトのあった思い出とかもらい物って、もう一生忘れないんですよ。だから、例えば思い出のものだったり、人のものを手放すってなった時に、じゃあ自分にとってどれが価値ある思い出で、どれが価値ある人からのもらい物なのかって判断するときに大事なのは、今パッと思い出してみたときに、これめちゃくちゃ感動したな、これすごいもらって嬉しかったなっていうものがいくつかあると思うんですよね。そういうものだけ残した方がいいと思います。で、そういうものは収納するんじゃなくて、部屋に飾るといいんですよね。なぜかというと、そのものを見ただけで、触れただけで気分が上がるから。でも、せっかく残した思い出のもの、人からのもらい物も、ずっと収納してしまっては、目に触れる機会がないじゃないですか。ってことは結局意味ないんですよね。そのものがあったとしても。いかに生活を楽しむか、人生を楽しむかっていうところに、僕たち人間っていうのはフォーカスしていかなければいけないと思うので、もうとにかく思い出のもの、人からのもらい物を厳選して、で、それを見ることによって、触れることによって気分を上げる。楽しい気分を味わう。ワクワクする。っていうのは、すごく大事になってくるので、もう押し入れにしまってるぐらいだったらもう全部捨てる。で、全部捨てるのがもったいなかったらトップ3、トップ5を決めて厳選して部屋に飾る。楽しい気分を味わう。生活を楽しむっていう風にした方がいいと思います。ということで、まだまだ僕自身が絶対にいらないと思うものはたくさんあるんですけども、特に僕自身がこれは手放した方がいい、絶対いらないなと思うものは今回ご紹介した12個のものなので、まあ、ぜひ今回の動画を参考に共感した部分があれば、ぜひ皆さんの身の回りも整えてほしいなと思います。はい、ということで今回の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。